どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回もモンスト実況やっていきます。ってことで今回もガチャの方を引いていくんですけど、その前にですよ、最近重心化されたナイチンゲール可愛くないですか？いや、なんかこのイラスト良くないですか？いや、いいよね。いや、本当に可愛い。今回引いていくガチャはこちらです。モンストイースターということで、まあモンストのね、イースター仕様のガチャが来ました。多分イースターで来るのは初めてじゃないかなってことなんですけど、今回イースター仕様で追加されたキャラはこの4名ですね。アリス、ザドキエル、リコル、ベルダンディです。で、今回僕が一番欲しいのはアリスですね。まあここに映ってるアリスなんですけど、もちろんね、性能はいいですよ。性能はもちろんいいんですけど、このイラスト良くないですか？さっきのナイチンゲールもそうだけど、最近のモンストのイラストどんどん良くなってる気がしますね。ちょっとボイス聞いてみましょう。せーの、ハッピーイースター。これ楽しすぎ。もう不思議の国のアリスって感じだよね。もうなんかディズニー感感じますけど、あんまり言っていいのかわかんないけど、ちょっとまあこのアリスを狙ってね、今回30連引いていきたいと思います。星5以上の提供割合はだいたい 8.5% くらいですね。30連引いていきましょう。今回は一気に10連ずつ3回回します。最近ほんとね、重心祭とかやるとき単発で回してたんですけど、10連でいきましょう。いきます、10連目、お願いします。アリスめっちゃ欲しい、本当に。まあアリスじゃなくてもね、イースター仕様のキャラ誰か一人当たってくれると嬉しいが、止まったよ。お、これはルビーっぽいね。ちょっとわからない。でも多分ルビーじゃないかな。間違ってたらすいません。さあ止まるかどうか。の、止まった。いいね、見せるね。さあ誰が。おお、ガウェインかなだった気がする。ってことで星52人当たりましたね。これ1人目。あ、ガーネット、なるほど。ルビーじゃないですね。ちょっとなんか違う気がしたんですけど、まあ宝石系と。でこれがガウェインですね。ガウェインはどっかで使えた気がする。いや、でもいいんじゃないでしょうか。星52体出ましたね。オッケーオッケーオッケー。この調子で20連目いきましょう。いいんじゃない。調子いいよ。まあこの調子でイースター仕様のキャラ来てくれるとありがたいが、まずは止まること、ここが大事。止まった、いいね。さあ誰だ。おーい、星 5? ぽいよね。お、星5だね。いいね。ってことで今回爆死してない。え、シューかな。ちょっと間違ってたらすいません。割と昔のキャラですね。1755番ってことで、まあ持ってなかったんですけど嬉しいね。いや、よかったよかった。いや、今のところ20連爆死なしです。ラストです。30連目いきましょう。で30連早いな。10連ずつ引いてると、お願いします。頼むよ。一旦深呼吸をしてね、みたいな。さあ止まれ、止まってくれ、止まること、そう、そういうこと。さあ誰が来る。おーい、なんだこれ、かわいい。なんだこれ、妖艶かな。え、何このキャラクター。おお、ガウェイン2代目。ガウェインじゃないや、なんだっけ。あ、打診弁だね。いや、ってことで今回かなり引きましたね。でこのキャラなんだ。タナトス、3787番、割と最近ですね。結構最近。こんなキャラいたんだ、超可愛いね。なんか最近可愛いっていうのが口癖になってる。まあ、ていうくらいモンストのね、絵がより可愛くなってるんだと思うんですけど、いや、いいね。で、ガウェインじゃない、打診弁だね。ガウェインと打診弁ちょっと似てるよね。はい。ってことで、30連引き終わったんですが、まあ、イースターのね、仕様のキャラクターは出なかったものの、星5キャラ、結構引けましたね。ちょっと確認していきましょう。ってことで、今回の30連で当たった星5キャラは、上の5名ですね。ガーネット、ガウェイン、シュー、タナトス、打診弁かな。ちょっとこの週だけね、読み方間違ったら申し訳ないんですけど、まあ、この5名と。いや、でも全部持ってないキャラだったんで嬉しい。うん。あ、打診弁は2体目か。打診弁2体目なんですけど、まあ結構新規の顔ぶれでしたね。特にガーネットとか、なんかいいよね。進化後はどんな感じなんだろう。神川？あー、これか。あ、あれか。なんか、トルマリンとかと一緒に来てたやつかな。進化はあんまり見たことない。あんまり馴染みがないですね、イラストに。
なるほど。まあでも嬉しいかな。で、ガウェインですね。ガウェインはどこで使えたんだっけ？ちょっとあんまり覚えてないんですけど、進化がこれと、あー進化ちょっと見覚えある。あ、カミカも見覚えあるわ。どっちだよって感じだけど。まあでもどっちも見覚えあるってことはね、使えるってことでしょう。で、シューですね。シューは進化後どんな感じ？進化後が、あーかっこいいね。すごい、超イケメンじゃん。で、カミカは、あーなんか虎を操ってる。で、4人目タナトスと。タナトスのこの進化前が進化後感すごいね、強そう。進化するとあこれか、ちょっとなんか大人っぽくなりましたね。うん。で、カミカが、カミカはあなんだこれ、雲なのかこれは。ちょっとなんか東京グール感ありますけど、僕進化前が一番好きかな、このタナトスに関しては。で、最後が打診弁ですね。打診弁は、進化じゃないカミカか、カミカがよく使われてますね。まあこれ2体目なんでね、まあ、そのうち艦隊でも組もうかな。まあ絶対組む機会ないですけど。はい、そんな感じで今回はモンストイースターガチャ30連引いていきましたが、まあ結果はね、星5キャラ、5体という結果でした。まあこのね、イースター仕様のキャラこそ引けませんでしたが、まあ、特にこのアリスなんかね、めちゃくちゃ欲しかったんですけど、まあまあまあいい結果だったんでね、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。そう、最近ね、そのコラボガチャ、まあ、遊戯王以来来てないんでね、ちょっとどこで引こうかなって悩んでたんですけど、まあこのガチャ引いて正解だったかなと思います。はい。まあ次のガチャはね、またコラボなんか来たら引いていこうかなと思ってます。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のモンスト実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。